第2章、海の挑戦。最後に登場するのは海上自衛隊東京音楽隊。 美しく広がるこの海を守り、その海ながらに有効の響きを奏でる海上自衛隊の音楽隊には2名のボーカリストが所属します。常にこの日本のどこかで、この地球、この星のどこかで、その歌声を響かせる2人がこの音楽祭りで初めての共演に挑戦します。そしてその響きは 全音楽隊を呼び込み、手を取り合う大きな演奏へとつながります。
Thank you.